次に紹介する漫画は、この囚人陸っていう漫画ですね。あの、無罪の罪で、無罪の罪で、なんか、捕まってしまった、あの、主人公が、まあ、牢獄に入れ,て入れられてるんですけど、その牢獄から、あの、極楽島っていう、なんか、牢獄から脱落、あの、 脱獄しようとして、まあ結局、あの、修論っていう仲間の裏切りにあって、あの、まあ捕まっちゃうんで、まあ捕まって、今度はあの、自国塔っていうところに入れられて、もう、ひ、もう日も当たらない、なんか地下でトンネルを掘って、まあ、あの、なん、ななんていうかまあ、きれ刑に服してるんですけど、まあそんな中で、あの、まあ、 警察の一人が、なんか、麻薬、麻薬けにされて、なんかもう囚人たちをいたぶってるんです。その中の一人から、なんとか、あの、味方をあ、味方。要するになんか、も、もともとこの囚人たちの仲間の中に、な、中の一人に、椿っていうのがいて、その椿と仲良ったけあ、刑務官がいて、まあ、薬漬けになってるんですけど、その刑務官と、あの、まあ、なんか、を、を味方につけて、あ今度はこの自国党会、あの、脱獄しようという話になってるんですね。 ただ、あの、脱獄の難易度は、なんか相当高くなってるんですよ。あの、極楽島の時は、まだ、あの、囚人を殺、あ囚人は、なんかもう、出所する可能性かあ何年かすれば出所できる。つまり殺してはいけないという条件なんですけど、あの、ご、あの、自国島にいる時は、もう死んだ扱いになってる。もう、だ脱獄しようとした時に、全員死んだっていう扱いになって、この自国島に来てるので、あの、 いつ殺されても、もうなんか関係ない状態なんですけど、その中でこの、この田中一郎っていう、あの、脱獄のプロ、4回脱獄に成功してるんですね。この、このプロの人が、ここは、あ無人島じゃなくて、本島のどっかだと。だから、山のスケッチを、ス,スケッチを撮れば、ここの詳しい場所が、あ場所があるから、あの、こっから脱獄する、あ 手がかりができるとか言って、まあ、今まで、あの、役に立たなかった、あの、まあ、味方たちも、まあ、天野渡るっていう、なんか脱獄のなんかメンバーも、今まで全然役に立たなかったんですけど、ここから、ま、役に立ってるんですよ。まあ、なんか監修、監修に取り入って、なんかあの、この、あの、自国党のなんかあの、ゴミ捨て場。 あの、あご、ゴミ捨て場のようなんか手、手、手伝いに、この田中一郎を連れて行って、あ、こっから脱獄の、あの、もうなんか可能性か、可能性があるっていう場所を見つけたりとか、まあ、いろいろ活躍してるんですね。で、あの、修論っていう、なんか前回の極楽島からの脱獄を、 を、なんか、あの、密告した人も、まあ、これは、なんか、父親が、あの、まあ、捕まって、その、父親を助けてやる代わりに、なんか、あの、この、逃げ出した囚人、囚人たちをつか、あの、捕まえる手伝いをしようっていう、まあ、騙されてたんですけど、まあ、その、騙した本人も、もう、あの、すごい、なんか、まあ、反省してるっていうか、まあ、再び、もう、なんか、その、その、なんか、まあ、一度裏切ったやつを受け入れて、あの、再び、あの、脱獄しようとしてるんですけど、まあ、 この過程結構面白いんですよ。全38巻なんで、あと12巻ぐらい残ってるんで、なかなか展開が、まあ楽しめそうですね。